有田八郎9月21日昭和40年3月4日は日本の外交官政治家貴族院議員衆議院議員号は沢実、旧姓山本新潟県平民玉霊園にある有田八郎の墓新潟県佐渡郡真野村出身山本家に生まれ有田家の養子となった早稲田中学校第一高等学校を経て 明治42年東京帝国大学放課、大学独放課卒業、外務省入省。本省アジア局長、オーストリア講師、外務次官、ベルギー大使、中国大使などを務める。昭和11年広田内閣の外務大臣となる。日独防強協,協定を締結したが日独移動名の締結には最後まで反対した。昭和13年第一次、この絵改造内閣。 昭和14年、平沼内閣、昭和15年米内内閣の、各外省を務める。昭和21年公職追放となり、追放解除後の昭和28年故郷の旧新潟一区から、第26回衆議院議員総選挙に出馬して、当選。両邸経営者のあぜがみ上照井と再婚。昭和30年東京都知事選挙に、革新統一候補として出馬したが落選。 昭和34年都知事選に再び革新統一候補として挑戦するが落選。あぜがみとりこん。昭和36年、三島幸夫の縁の後をプライバシー侵害として訴える。昭和28年戦前は欧米協調派に対するアジア派の外交官として知られ、昭和11年の広田内閣時代に何度も小解石の国民政府との防共協,協定を提案しており、 この絵内閣時代に、東亜新秩序の建設表明をした。日独位三国同盟には最後まで反対したが、戦後は公職追放。追放解除後は、革新陣営に属し日本の再軍備に反対した、ことで有名である。昭和36年、三島幸男の縁の跡がありたと元妻のあぜがみてるいとの結婚生活をモデルとしているのは明らかであり。 プライバシー侵害に当たるとして訴えた。本裁判は日本初のプライバシー侵害裁判として話題になった。あぜがは東京、白金台の料亭、半舎園の経営者で昭和28年に有田と結婚。昭和34年に有田が都知事選に出馬すると料亭を占めて有田を支援。料亭を担保に選挙資金を得ようと、 後藤慶太との間で話がまとまりそうになったが、岸信介首相の圧力で白紙になった。落選後、選挙によって莫大な借金ができ、有田は椎名町の広大な土地と自宅を売却。あぜがが、料亭再開のための資金援助を吉田茂に頼んだことでもめ、同年に離婚した。異界勲章外国勲章汎用院居新潟県佐渡郡間野村東京都新宿区下落合。 ありがとうございます。